こんばんは。ちょっと待ってください。あ、来た来た。こんばんは、ありがとうございます。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。ね、1月29日で16歳になりました。イエーイ。結構誕生日って来るの遅いですよねなんかあっという間っていうか、なんか難しいんですけど言い方が。ありがとうございます、来てくださってありがとうございます。お誕生日おめでとう、皆さんありがとうございます、お祝いしてくださって。そう、なんか皆さんの前ではね、直接おめでとうという声はね今はいただけない状況なんですけど、こうしてコメントで、お祝いしていただけてとても嬉しいです。大阪住んでみてどうですか？大阪住んでみて、私の地元は富山なんですけど、なんだろう、富山より大阪の方がやっぱり都会でまあそう都会なんですけど、電車がそう、もうなんか何分に1本とか、なんかそれが富山に住んでたら考えられなくて、なんかそれがすごく富山、あ、間違えた、大阪に住んでびっくりしています。でもね、結構慣れてきて、どの電車使えばどこに行けるとかだいぶ分かってきました。お誕生日おめでとう、ありがとうございます、ありがとうございます。皆さんはじめまして、こんばんは、9期研究生のさゆきこと渋谷さゆきです、よろしくお願いします。富山は1時間に1本ですか？結構ね、そのレベルで、そう、短いの、あ、短いじゃない、なんていうの？電車がなかなか来ないんですよね。だからちょっと困ってます。困るっていうか、まあなんか、大阪の時みたいに必要な時にすぐ乗れないのがちょっと困っちゃいますね。ありがとうございます。皆さん来ていただいて。ええ名前やなって、ありがとうございます。そう、よくね、渋谷さゆきって言われるんですけど、渋谷さゆきなので、皆さんお間違いがないようによろしくお願いします。可愛いですね、ありがとうございます。密着見ました、歌うまいって。本当ですか、ありがとうございます。歌うまいなんて嬉しいです。ブレイキング、あ、すいません、ブレイキング9を見てギャップに驚いてます。あ、なんかちょっと皆さんにこれは言いたいんですよ。だからちょっと皆さん耳を掲げて聞いていただ、耳を掲げて、耳を、まあ、なんかよく発達させて聞いてほしいんですけど、まあ、なんかブレイキング9の時に変顔したじゃないですか。まあしたんですけど、まあ、別に毎日変顔してるわけじゃなくて、なんかあの時はなんかした方が面白いかなと思ってやっただけなので。そうなんです、あんまり毎日やってるとかそういう勘違いをあんまりしてほしくないのと、まあ、実を言うとあの日はなんかちょっと、まあ、内緒なんですけど、むくんでて顔が、ちょっといつも以上になんか顔がちょっとね、ちょっと皆さんもお気づきだったと思うんですけど、むくんじゃってて本当に申し訳ないです。今はね、どうだろう、こんな感じです。結構ね、体型管理を頑張っているので、はい、皆さんどうでしょうか。そう、そう、皆さんね、勘違いしないでくださいね。そうだから、いつもはいつもはね、なんかなんだろう、よくメンバーには笑われたりします。確かに今日はシュッとしてる。あ、そうです、今日はっていうか、まあ最近ね頑張ってるので、そう、どうでしょうか。そう、皆さんね、秘密ですよ、むくんでたっていうのは。ちょっとその本当にすいません、結構ね気をつけてるので。ほっそりしてるね、本当ですか、嬉しい。ちょっとね頑張ってるので本当に嬉しいです、ありがとうございます。本当に嬉しい。西馬の声とどっちが大きい？なんかそのセレクション期間の時に、そのブログにも書いたんですけど、ゆまちゃんとは、グランキューブ大阪12周年ライブに9期候補生として出演させていただいた時に、たまたまそうお隣でそれでお話ししたんですけど、すごくね共通の趣味があって、その時にお話ししてどんどん仲良くなってきたんですけど、そのセレクションの期間の時に先生からこう返事が大事というか、そういう風に お言葉をいただいたので、一緒に大きな声でやる気を見せようという風に2人で話してました。でね、こうしてやる気が伝わったのかなと思います。何時まで配信する予定なのかな。21時15分までです。だから、そう、21時15分まで
でその次が、みそらなので、皆さんそちらもお楽しみに。今ねリレー配信をしてるのでお楽しみにしてください。おでんさん、さいさい、こいありがとうございます、ありがとうございます。トイバイさん、大阪はどう？大阪は、大阪はね結構賑やかな街ですね。なんか皆さん優しい、その店員さんとか結構あったかい人で嬉しいですね。誰と仲いいの？誰と仲いいの？みんなと仲いいんですけど、誰と仲いい、まあゆまちゃんとかも仲いいし、あでもみんな仲いいですよね。最近はゆきのちゃんとか一緒にね、ブログ見てくれた方は分かると思うんですけど、ゆきのちゃんとたまたま、地元に帰省するタイミングが一緒で、その時に、帰りは同じ電車お隣に乗ってお話ずっとしてました。自己紹介して、はい、富山県出身、あはい、ポジティブ全開、勇気元気、さゆきみんな好きやちゃ、さゆきに会いに来られ、ありがとうございます。富山県出身、高校1年生、16歳のさゆきこと渋谷さゆきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お笑い担当目指してますか？いや別に目指してるわけではないですけど、でもみんなからねよくさゆきちゃん面白いとか言ってもらえるので、それはとても嬉しい。休憩合宿楽しみやね。そうなんですよ、めっちゃ楽しみ。なんかその YNN さんに出演されさせていただいた時にすごく楽しくて、その他のメンバーさんのそのコーナーっていうのかな、企画も見せていただいたんですけど、すごく面白くて、そう自分もその出演させていただける立場にいるっていうことがすごく嬉しいです。本当に楽しみ。何をするんだろうか、皆さんお楽しみにしていてください。富山弁が可愛いっす。でもね最近あれなんですよ、関西弁がちょっと映ってきて、そうさっきね小よりも言ってたと思うんですけど、なんかみんなといると関西弁だったりその標準語だったり富山弁が映ってきちゃってて、そうだからねちょっとみんなたまにね関西弁になっちゃうこともあるんですけど、それはちょっとすみません、ごめんなさい。サユは好きですか？あ、サユですか？サユはね結構前飲んでたかな、なんか体が温まるからねいいですね。富山の友達は応援してくれてる、応援してくれてます。いつもねこうやって今もメッセージを取り合っているんですけど、頑張ってとかその調べたら出てくるじゃないですか、皆さん調べてなんかいろいろねあげてくださっているので、そうだからいつも調べて見てるよとか言ってもらって本当にめちゃくちゃ嬉しい。そうだからみんなともね会いたいなって思ってます、富山のお友達とも。足音してたの君か。ね、ここで待機してたんですよ、だからちょっと聞こえちゃってたらすみません、ごめんなさい。コラレ言わない、コラレは言う時もあるんですけど言わない時もあります。さゆきの名前のさゆきって何か由来があるの？由来は確かなんですけど、絹糸のように白く美しく育ってほしいという思いからこの名前が付けられました。声が玲子さんにそっくりや。本当ですか？本当？ヒデさん、なぜ NMB を受けたの？SKE が近いのでは？その私はもともと歌って踊ることがすごく好きで、その時にその NMB48 のオーディションを見つけて、その関西におばあちゃんが住んでるんですけど、いつも私のことを応援してくれていて、その関西のおばあちゃんにもね私の活動を見届ける応援してほしいなと思って NMB48 のオーディションを受けました。こうしてねメンバーとして活動させていただけてとても嬉しいです。オーディションの時のがアイドルっぽかったって話題あったね。あ、本当ですか？そんな話題になってたの？初めて知りました。すごい、1000人の方が来てくださってます。あ、1000人以上の方ありがとうございます。よかったらねハートマークを赤くして、また次回の配信もお楽しみにしていただけると嬉しいです。お願いします。いつかねカラオケ配信とかもできたらいいなって思うので、そうだから皆さんぜひぜひルームのフォローもしていただけたら嬉しいなって思います。歌うまいねってありがとうございます。
9期生公演応募したけど当たる気がしません。いやいやいや、もう当たるとお祈りしてお祈りしてください。マスの寿司好きです。マスの寿司美味しいですよ。皆さんコンビニエンスストアとかにもよく売ってるんじゃないかな。え、どうなんだろう、富山にしか売ってないのかな、ちょっとあんまり分かんないんですけど、マス寿司はとても美味しいです。一回ちっちゃい時にあのマス寿司作りの体験をしたことがあります。富山で、富山の天使ちゃんありがとうございます。ブッフ、ダンスの方は得意なの。ダンスは苦手、得意か苦手かって言ったら苦手なんですよ。なんだね、先生にちょっとリズムの取り方が気持ち悪いとか言われるので必死に練習してます。ごめんなさい。そうだからね、ちょっと一生懸命あの練習してもっといいパフォーマンスをお届けできるようにこれから一生懸命レッスンに取り組んでいきたいなというふうに思います。 NMB48 で少ない高校1年生だね。そうなんですよ、だから9期生の中でも私とユキの古川ゆきのちゃんしかいないんですよね。高1、今の9期生は高2が多くてね。そう、うちは用意したよってありがとうございます。そう、あの特別公演の時か、あのそう特別公演の時にあのさゆきのうちわを持ってくださる方がいて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。ブログ未だに15歳な、すいません、そうだ帰るの忘れてた、ごめんなさい。ちょっと今日のブログから変えたいと思います。石田パイセン厳しいですか、ゆうみさんはすごく優しくて、優しいんです。本当にたくさんいろんなことを教えてくださって本当にいつも勉強勉強っていう感じです。黒部ダム行ったことありますか。ありますよ、修学旅行、そう中学3年生の時あの修学旅行で行ったことがあります。そう、合格おめでとう、お誕生日おめでとう、 NMB48 に来てくれてありがとう、ありがとうございます。皆さんありがとうございます、嬉しいです。ぜひね皆さんよかったら押していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。回しが得意そうやね、楽しみ。本当ですか、どうだろう、まあ、でもねよく9期生の中でも喋るメンバーの方なのかなっていうふうに思います。あと2分あと2分あと2分ですか、ちょっと待って、これねちょっと富山で修学旅行行くの、次はね、あ次じゃない修学旅行でもねコロナの時だったから、そうだからあれかな、富山県内を巡ったりしてたんだけど、どうなんだろう。キューキューはみんな喋りうまい、そうみんな喋りうまいので、MC とか皆さんを笑わせられるような盛り上げられるような MC もねこれからしていけたらいいなって思います。ということで壇上読み3位までの方をしていきたいと思います。3位カフーさんありがとうございます、ありがとうございます。2位ちさちゃんさんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。1位ケンジさんありがとうございます、ありがとうございます。1203名の方本当にありがとうございました。またね次回配信する時も遊びに来てくださると嬉しいです。そしてコメントだったり星投げだったりハートの あのハートを投げてくださる方もたくさんいて本当に嬉しかったです、ありがとうございます。たくさんのコメント本当にありがとうございました。じゃあ次は田中みそろちゃんなので皆さんお楽しみに、バイバイ、またお会いしましょう。